やっほー、モアの方です。K-POP 雑食オタクの小田です。今日はですね、トゥモローバイトゥギャザーのファンライブについて、決まった時に、やったー、行くぞーみたいな動画を 出したので、ちょっと、結果というか、簡単にご報告させていただきます。結論から言うと、韓国も日本も全滅でしたっていう。なんか今思えば、私なんで韓国のファンライブ決まった時にあんなに喜んでもう飛行機取ったわとか言ってんだろうと思って。もうちょっと、落ち着いて考えろよっていう感じでした。そう。日本もね、2回抽選があったんだけど、両方ダメだったので、もうダメだったものは仕方ないので、オンラインで楽しく見ようかなと思ってます。ちなみにさ、チケッティングやった時、なんかやっぱもう全然ダメで、もう入った瞬間、全然なかったし、席は。で、その後も、私は結局まだ一回も、キャンセルでも空き席を見たことがないっていう感じなので、ちょっと、全然もう諦めてあるんだけど、ただ今回全然キャンセル待ちもそんなにしてなくて、というのもですね、インターパークマジ怖くて、急に。私、インターパークで本当に不正してないのに、凍結されちゃったんだよ、アカウント。ただ単に、チケット探してただけなのに、で、そのままブラウザ開いたまま、PC パタンって閉じて、朝起きたら、なんか、不正な動きしてたので凍結しましたってメール来てて、いやいやいや、不正なことしてないしと思って、つけっぱなしにしてたからってこと？わかんない。でもそんなの普通するでしょと思って。なんか今までもそう、ずっとそうしてたし。まあ、そうだよね。そう。で、そんなやってないよと思って、マジで。その時も30分ぐらいこう、探してただけなのに、それで凍結されちゃって、うーはーってなって。そう。で、まあ、なんか一応、凍結されちゃったけど、こうこうこうですとか、理由とか、普通にチケット探してましたとか送れば凍結解除されるっぽいんだけど、っていうので、ちょっとあんまりもう、インターパーク怖いなというか、私はエナプのチケットも取ってたので、エナプのチケットを持ってるアカウントと違うアカウントが凍結されちゃったんだけど、でもなんかもうこれでインターパークでいろいろあって、なんかちょっと、問題になるの嫌だなと思って、あんまりこう、インターパークにも入らず、で、今回は結構早めに諦めちゃいましたっていう感じですね。そう、だから本当にマジで、どんどんチケッティングというかサイトがさ、厳しくなってて、まあそれ自体さ、まあ本当はいいことなのかもしれないけど、業者とかね、取り締まるっていう面ではいいのかもしれないけど、まあ、いろいろきついことも 多くなりそうだなっていう感じだね、これから。ね、不正してないのにそうなっちゃうの困るよね。そう、そうなんだよ。まあ、それは多分解除してくれるんじゃないかなとは思うんだけど、はい、私がちょっとめんどくさがってメールしてないだけないや、めんどくさいよ、それ。もうちょっと痛いやと思って。そう、っていう感じでした。はい。なので、まあ、日本も韓国もどちらもですが、行かれる方、本当に楽しんできてくださいっていうのと、オンライン組の方は一緒にオンラインで楽しみましょうっていう。そう。まあ、どちらにせよね、ファンミーティングやって、オンライン配信が
韓国も日本もあるのでね、うん、両方見れるからいいなと思っております、うんうん、で最後ちょっと余談なんですけど、リバースコンのお知らせが出てますねっていう、はい、でトゥバもきっと出るよなって一応思ってるんだけど、うん、チケット取れたら行きたいなって思ってるんだけどだけど今喋ってたみたいにもうちょっとチケッティングさ、そのサイトが、まあ、厳しくなってるのもあるし、やっぱそのソウルに行かれる方、日本人だけっていろんな国もそうだと思うんだけど、ソウルコンとかに行く方がやっぱどんどん増えてるような気がして、はいはいはい、なんか全体的にソウルコンのチケット取りづらくなってるかなってちょっと最近思っているので、はいはい、はい、ちょっともうどん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 チケッティング自信がなくなっているので、まあ、チケット取れたら行きたいなっていうふうに思っています。インスパイアリーナ嫌だけど、うん、インちゃん、あ、去年と同じケースポが良かったな。でもケースポちっちゃいからな、うん、あ、でもインスパイアリーナも全然大きくなかったわ、うん、そうだそうだそうだよね、うんうん、そうで、一応なんか去年のやつ調べたら、去年は1回抽選やってその後にチケッティングっていう感じだった、うんうんうん、っぽいので、もう本当にちょっとチケッティング自信ないから抽選あるといいなって思っているところです。うん、うん、で、まあ、ちょっと去年通りのラインナップだとみんな出るかどうか分かんないけど、私あのトゥバもエナプもエンチームもファンクラブ入ってるんで、抽選があるとどっかでちょっと確率上がるかなと思って。確かにどれかしらみんな出てくれたら嬉しいな、で抽選があったら嬉しいなって今思ってるところです。ボイネクも仮装か、確かにボイネクもさよね去年出たもんね、うん、出る確率が高いよね。はいはい、出ると思う、うん、いやでもなんかそうやって喋れば喋るほどマジチケット取れる気がしない。確かにね、今ニュージーンズとルセラもあるなと思ったけどちょっとすごい、確かにハイデさんほぼさあの網羅してるからね、ハイブのこと。確かに、うん、ツアースもデビューしたしね。そう、そうこれ取れないよなと思って今回はあんまり期待せずに、うんうんうん、出たらいいなぐらいの気持ちでいいのかなって思ってます。なんか、うんうん、あのトゥバのファンミーティングの反省を生かしてまだ飛行機は取らないあれ弱気になってる。ホテルは、ホテルだけで取ったけどでもさ、インチョン空港の周りって結構ホテル高いなと思って、そう意外となんでだろう、うん、高かった。で、一応さ、まあもしかしたら増えたりするかもしれないけど、去年私が年末にインスパイア行った時は帰りのシャトルバスがインチョン空港第2ターミナル行きだったの。あ、なので一応第2ターミナルの近くのホテルを取ったんだけど、おまあでもそんなこと言ったってね、チケットがなかったらね何の意味もないよ、また悲しくキャンセルする未来が見えてるけど。いや、名義あるから大丈夫だよ。抽選だといいな。うん。はい。そんな感じでした。ちょっと、トゥバのファンミーティングの話から、リバースコンまで派生しちゃったんですけど。はぁ。ちょっとだけ一瞬へこんだけど、もう、これは、へこんでもしょうがないので。うん。楽しみにオンラインを見ることをしてます。うんうんうん、うん、あとはきっともうすぐ発表されるであろうワルツに向けてお金と運を
徳を積んで待とうと思います。ほんとそれね。はあ、マジで忙しくなるよ、うん、忙しくなるね。うん、はい、こんな感じで、まあ皆様トゥモローバイトゥギャザーの5周年を一緒に楽しく迎えましょうっていうお話でした。うん、うん、ではここまで聞いてくださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。またね。またねー。